おざっす、スマッシュです。もっちゃんです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムっていうことで、今回はもうすぐ関所4解放、みんな私についてこーい、絶対勝ちます。イエイ。もっちゃんについていけば勝てるってこと？はい、勝てますよ。そんなこと思ったことないですけどえ、今回は違う。今回の私は全然違います。毎回言ってる気がするけど、いや、すごい意気込みあるんですよ。なんといっても今回はポップアップ課金しました。ポップアップ課金ポップアップ課金ね。心配やな、もうすでに心配やなしたし、で、あの15回駐屯地みたいなあるやん、はいはい、なんかお使いみたいなね、ちょっとめんどくさいですけど、あれもちゃんと15回終わらせてます。これ同盟の人見てたら絶対あ、もっちゃん15回この前なんかやるやらみたいなうだうだ言ってたなって思われてて、ね、思われてるかな。いや、今の話だとね、15回毎日やってますみたいにさらっと言ってたけど、いつもだいたい15回やってない、もうやめとこうかなみたいな寝る間際にするからな、これいつもうち駐屯地なんてすぐやるべきなんですよ。そうですよ。だってか、そうですよ。はい。なんや、人格変わってる？いや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 。別人格今。いや、そんなことない。今はやる気に満ち溢れてんねん。今はね。はい。はい、じゃあやる気に満ち溢れてるモードのもっちゃんにどれだけやる気あるかをこの動画で残しておきましょう。はい、ちょっと語らせていただきたいと思います。で、語ったことを有言実行で。はい。当日は。やってもらいたいと思いますんで、じゃあ今回ね、まあいつももっちゃん寝落ちするも常連だと思うんですけど、うんうん、今回は関所空いたその UTC 15時57分からどれぐらい何時間戦うんですか？いや、これぶっちゃけちょっとこれ言い訳させてもらっていい？いやいや、言い訳タイム早いよ。まだ何も言ってないからな。いつもさ、なんか夜中の、いや夜の10時ぐらいとか9時ぐらいスタートやったような気がする、はいはい、自分の中で。いやでも今回夜のさ、まあ、1時ちょい前やん。確かにね。そこがちょっと自分の中で引っかかるポイントではあんねん。はい。しかも土平日やから、うち次の日仕事やねん。ああ、じゃあ仕事まではできんねん。いや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 、仕事何時から？仕事は10時に着いたら OK。 あ、じゃあまあ最低8時間はできるねどういう計算？どういう計算？寝るスタートして寝る時間ないやん。8時間やって9時からまあ出社すればね、っていう中でもちゃんはまあ何時間、そうか、たった8時間しかできんねや。何時間やろ？いや、まあ1時から現実の1、2、3、4、5時までは頑張りたいと思います。4時間？そんなやつおらへん。5時間、あ、5時間。それでなくてもうちのね、同盟に入りたいっていう方がいらっしゃった時に、俺面接の時何時間戦えますかって言って4時間ぐらいの方とかはあのお断りさせていただいてたのに、じゃあ5時間プラス1時間、うん、6時まではちょっとまあギリギリ起きてたいかなっていう感じです。あれ一番最初なんか私についてきたら勝てますみたいな言ってた。あ、そうそう、もしかしたらうちが旗立てるかもしれんねん。はい、そうだから、まあうちの指示通りにやってもらったら勝てちゃうかなっていうやつ。対象が6時間で落ちるしかも策があります。はい、相手の陣営さんの多分おそらくここの同盟と当たるやろうなっていうところを事前にも私はちゃんとねマークしてるんですよ。はい。でそこの黄昏みたいになるやん。はいはい、警告ね。うん、警告。あれで上位の人のアイコンをしっかりも覚えました。はい、うん、でその人を避けて戦えば私は勝てるんじゃないだろうか。強いやつを避けて戦う作戦なはい、入れれるわけないやん。だからそいつどうする、見失わせるってことそうそう、ちょっと弱いやつ狙っていこうかな思って。なるほど、そいつが見失ってこっち側を見失ってる間に俺らが叩いて制圧するってこと。そう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 。どんだけ間抜けやん。もうこんな感じで完璧なんじゃないでしょうか。しかも、もう一個あんねん。装備も1個カウントしてない、そもそもさっきの。カウントしてない。
で今回は4部隊出して野戦は戦おうかなって思ってんねん。であと1部隊はなんかラリーとか防衛とか入ったり、はいはい、もう5部隊フルで動かすってこと。そうすごいでしょ。そんな装備も軍機もあるんか。ありますよ。1部隊はまあ疾風みたいな装備はつけてる。はいはい。まあじゃあちょっとこれスマッシュの画面ですけど何出すんですか。1部隊目、1部隊目は流鉄。はいはい。流鉄アレキ。流鉄アレキね。はい、はい、で2部隊目は、はい、カン。カンスキピオ。スキピオ、はい、歩兵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 。で3部隊目に、はい、ネフスキー。ネフ。ジャンヌ。ジャンヌ。騎兵。騎兵。4部隊目にブーディカ。ブーディカ。諸葛。諸葛。騎兵。騎兵。以上。以上。この4人組で私はやってやりますよ。やってやる。やってやります。ちなみに騎兵装備はどうなってる、もっちゃんの。いや悪くはないですよ。おっちゃんの悪くはないを信じてるわけないやん。あれそんな感じ。そうそうだ。でもちょっとこれ言わして、全部ドラゴンセット揃ってんねん。ああすごい、それは意外やな。ただ、ま、1個のアクセは角つけてます。はい。もう1個は、もう1個なんかつけるのなかったから。なかった。足速くなるやつあるやん、旗みたいな。ああ、急性召喚。そう、それつけてます。いらんやろ。まあまあ効果上げてもええけど。せめてレジェンド、レジェンドじゃん。いや、ちょっとここはね、一旦置いときましょう。で、KVK 終わってまうね。一旦置いてます。いや、ちゃんと覚醒とかしてんの。微妙にしてるかな。微妙に。うん。あと、龍鉄とか、カーンとかは歩兵装備2つもあろう。いや、ないから、龍鉄の方にしっかりした歩兵装備をつけて、はいはい、まあ、カーンは、まあ、うちの大好きなレッドハウンドドッグ、あの足、青い足、そんなんとかつけてますよ。はい、でもきっと私のカウンならいっぱいのブンブンってなぎ倒してくれる強い人。いや一緒やねん。俺のカウンもお前のカウンも一緒やねん。いや一緒じゃん。うちのカウンなんか特別頑張りますって言ってたもん。もっちゃんのためにステータスちゃうとかないねん。なんか言ってた気する、言ってた気するんで、これはいけると思ってます。で、ネフスキー、騎兵は？騎兵もあるん、ちゃんとレジェンド。まあ、騎兵はね、私、オシリスで防衛リーダーをさせていただくこともあるという兼ね合いから、しっかりして割としっかりした装備はつけてるんですよ。で、覚醒も、覚醒小石あるやん、1段階目、はいはい。あれはもう全部やっちゃってます、こいつ。あとは、もっちゃんの装備って何テンプついてるイメージがないからな。それが問題やな。うん。テンプついてない。全部ツルツル。全部ツルツル。でも1個だけついてんのあんねん。何を？太陽と月のハンマー。1個ついてます。それだけ。ああ、歩兵な。歩兵の。騎兵はツルツルってことや。ツルツル。9兵もツルツル。ツルツル。ツルツルやん。うん。もうしゃあないな。で、今回はさ、研究とかも、なんか自分の中では結構進んでるかなーって思ってんねん。だから もっちゃんの毛差しで測られてもこっちは別に工場すごいなってならへんって。え、じゃあスマッシュどこまで進んでる。いや、もう別に普通よ。自分がよう進んでるなとは思ってないね。いつも通りやなぐらい。あ、買ってるわ。すやん。買ってる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 。全然余裕がちですねこれは。え、これもう10になってるってこと。うん、7。なんやでも、何やいやいや、でも歩兵一番用を使うかなって思って歩兵も7になってるんで。で、これ8か9とか10どっかにしようと思った。8区の、8区じゃあ攻撃の勢いか、これ7にしとかあかんよ。ここら辺とかもやってんの。それは4や。4やってない。やってるな。やってるな。やってるな。こっちの中ではまあこれはね、まあまあまあいいんじゃないでしょうかっていうぐらいまで来てますよ。いや、いるね。まあまあ、あなたは、まあ、いつもよりは進んでるんかもしれへんけど、進んでは別にないで、平均的に。なんたって、ポップアップ課金したんで、まあ、いけてるでしょう。駐屯地は、今のところ15回は毎日やってる。やってる、めっちゃ嫌やけど、毎日やってる。めっちゃ嫌やけど。まあ、この15回やらへんやつとかもうサブやからな。メインアカウントで15回やらんやつおらんか。
まあそうですか、わかりました。はい、あともっちゃんの今回の撃破、今現状が8億5000万、あ、少ないですよね。いや少ない、10億まだいってないんだ。10億達成しますから。いや当たり前やろ、10億はいくわ。10億達成するんで見といてください。じゃあ撃破ポイント、今回目標は関所読んで、関所読んで10億いく、うん、おお。じゃあ1億5000万は稼がなかった。稼ぎます。わかりました。じゃあ1億5000万稼がなかったら寝たらダメってことですよね。1億5000万のその回か稼げたらすぐ出ます。わかりました。じゃあもっちゃんの目標は1億5000万、はい、ここで寝れるか寝れないかのラインが決まると。そう。じゃあ、 視聴者の皆さんはね、ぜひこの1億5000万稼ぐか稼がないか、もっちゃんがね、2月1日、15時57分 UTC から、ちょっとだけ言い訳していい、ちょっとだけ言い訳していい、言い訳多いな。旗を立てるって言ったやん、はいはい、もしかしてそっちで忙しいかもしれんから。いやでも前半は旗立てて、でも旗立てるとかなんてもう1時間ぐらいで、分からん。そっからの、まあ、2時からね、まあマックス、まあ、9時までやったとしても7時間、戦えるから安心して大丈夫。大丈夫。だからその時に戦って撃破が稼がれへんってなって、ああ装備とか軍旗ちゃんとやってればよかったなって悔い改めてもらったらいいかな。うわ、あの時セロに黄金の国ちゃんとやってればっていうのを肌で感じてください。でもう寝ずに10時から出勤して働いてください。いやまあもう3時間ぐらいでサクッとね、サクッと稼ぎますよ、見といてください。でどん兵衛食べたらすぐ寝ます。わかりました。じゃあ皆さんもね、まあ、ちょっと平日の夜中で次の日仕事の方も多いと思いますけど、みんなで夜食とエナジードリンク、応援する側もエナジードリンクよ。いるいるいる。徹夜で。徹夜で起きといてもらわな困るよそんな。じゃあな、おもっちゃんが起きてんのにな、視聴者が寝てるなんて考えられへん。そう、考えられへん。ちょっと視聴者様の応援があれば私は頑張れると思うので、寝ずに。寝ずに。うん。もう言い切りましたんで、はい、一緒に手伝ってください。温かい目で見てください。お願いします。お願いします。ってことで2月1日、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。バイバーイ。